大家好，我是柚子。大家好，ピカリン店長です。はい。日本語。ピカリン店長です。言っちゃった。それなんかないんけ。次まで。次まで。はい。はい、じゃあ本日は何を聞きますか。今日はね、那須たまごさんの曲をまた聴いてみたいと思います。はい、まあ、衝撃的なラストで終わった。そうそうそう。MV でしたね。うん、飛び降りて3つつながってる MV なんですよ。だから前の MV がね、結構謎めいてたりしたから、答えがわかるってことかな。かもしれない。うん、楽しみです。はい。はい。这里集团铁来的乱，是动作我拢没得做代志。到时候处理也好，唔知。なんかダークな。すごいね。映画みたいね。那須たまごさん。止めていい？うん。はい。なんかすごい。なんていうんやろ、あの男の人。マフィアみたいな。日本で言えばヤクザみたいな。人が。うん。この回るテーブルで中華を食べ、ね、うん、女の人がお酒こぼしビンタされ、うん、女の人がハーってなっとる、うん、あの女の人は前の MV、うん、ロウリュウレンで泣いてた人だね。なんか夜のキャバ嬢みたいな感じの人やね、が出てきてたね。うん、でこのこう運んどるこの人も、あ、なんだろうね。意味深じゃない。そうだね、何か込めながらなんかすごい。那須たまごさん見てたしね、うん、ずっと。
そうだね、只要我开枪，你就会死。我无所谓啊。就好きやん。激しい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 。激しこの女の人は、うん、DV かな、なんか傷だらけで、うん、ね、多分あのマフィアみたいな人、うん、の奴隷みたいな感じだったのかな。このイケメンが、うん、多分助けた、ラチみたいな感じやけど、うん、なんか助けた感じ、うん、最初殺すつもりだったのかもしれないね。あの写真いく何枚か持ってたから、消す予定やった対象だったけど、うん、まあ、あのメガネの人はうまく隠れて逃げた、うん、この女の人は燃やしてたから、うん、リストから外れたんじゃないかなって、そういうことかな、思ったんだけど、うん、うん、なるほどね。もう二人ね、ちょっとこう恋に落ちてしまったようなんで、うん、ねなんかすごいね、すごいね、すごいストーリーだね。ゆうこちゃんマジでびっくりしてたもんねえ、うん、まあ多分あのかっこいい人は、うん、まあ、やっぱりこう復讐しにもう一回乗り込んでったんじゃない、あの、うん、マフィアの事務所みたいなところに、うんうん、まあ、女の人はね自分と幸せになって欲しかったと思うけど、多分なんかどうしても復讐しなきゃいけない理由が、うん、あの若い男の人にあったんじゃないかな。繋いとったね。おじさんとこ行って、うん、でそれがその一個前のやつに繋がる、ね、うん。おじさんと女の人はどんな関係なんだろうね。あの若い男の人とか、うん、また教えて教えてもらいたいかもしれない。ね、ドラマか映画なのかもしれないし。うん。うん、
これからもね、はい、ナスタマゴさん、うん、どんどん聞いていきたいと思います、はい、このチャンネルがいいなと思いましたら、うん、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします、うん、お願いします混乱とか